皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語、話し合って考えを深めよう7時間目の内容です。今回は互いの立場の良いところと困るところについて整理しましょう。出た意見をもとに、それぞれの立場の良いところ、困るところを整理しましょう。まず、英語以外の外国語で説明を示すことの良いところは、どのようなことでしょうか。意見を漏れなく整理するために、表や図などを使ってまとめるといいですね。剛さんがこのように話をしていましたね。英語以外の外国語での説明があると、英語以外の言語を母国語として使っている人たちが安心できるということです。地域によっては様々な国の人たちが生活していると思うので、不便なことが少しでも減ることは良いことだと思います。皆さんも良いところを考えてみましょう。司会がこのように話をしていました。それでは困るところはどのようなことでしょうか。意見を漏れなく整理するために、表や図などを使ってまとめるといいですね。教科書の104ページの表を参考にしてください。たかしさんがこのように話をしていましたね。いろいろな言語が書かれていると文字が多くなり、標識や看板が読みづらくなるということです。皆さんも困るところを考えてみましょう。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の国語、話し合って考えを深めようの授業を終わりにします。